橋の指定遺跡、破断が確実な模様。加入選手に関しては、グアルディオラ監督はギュンドアンの後にマンシティに選手が加入する可能性を低くした。セルティックの古橋兵庫や FC コペンハーゲンのフォワード、オリオ・スカルソンの名前が挙がっているが、現段階ではどちらの遺跡も可能性は低いと見られている。古橋はダメか。オライリー移籍したし古橋まで出さないだろうな。セルティックはそもそも売る気がないし、追っかけている人が皆無なので残留の効果。ハーランドの控えってなるとトップ選手はなかなか来てくれない中、古橋はいい選択肢かなと思うんだけど来ないんだろうなこれ。バイアウトの設定してないんだっけ？セルティックが結構要求してるのかな？日本人でクラファンするべ。